バーボンをボトル2本、ワインの1本も丸々開けて、カクテル5種類も飲んで、なんで生きていられるの？滞在はミレニアムホテルだったな。死ぬわ、もうちょっと寝る。おいおい、寝るなら部屋に着いてからにしてくれ。女と暮らしていたんでね。ふーん、恋人さ。ワイフだよ、元と言うべきだな。分野なのにこの程度のアルコールでダウンかい？ジャーナリストよ。この程度の程度にもよるわね。すまなかったな、女と一緒に飲むなんて1年ぶりくらいだ。何人の女の子に言ってるのや。誤解のいいとこだ。そういうことにしてあげるわ。少しは君のペースに合わせるべきだったな。こんな目に合わせて悪いと思う。優しいのね、意外に。意外とは死んだな。誰にでも優しいつもりだ。誰にでも優しい人って誰にも優しくない。哲学的だな。あなたがどういう人間か分かってきたわ。興味あった。お酒で女性を弱らせてそのままなだれ込む人も。図星？まさか。なんならここに君を置いて俺は事務所へ戻ってみせる。そんなことしたら噛みつくわよ。少し
が見てるわ。まあ君がすごい美人だからな。綺麗かな、汚れかな、汚されかな、教えてあげましょう。酔ってんな。そうかも。あなたはこう思ったわ。村雨涼子は男を正し込み生き延びてきた人だ。思っちゃいない。酒に弱いとは思ったな。私一人じゃできないわ。君ならできるだろう。ダメなのよ。なぜパイロットになるのか。一つ一つの案件を大切にしているだけ。名声がそんなに重要か。重要でない人にはわからないことだわ。名声に辟易してる奴も言ってるんだぞ。どう？もう着くぜ。部屋まで行けるかい？まさかホテルのロビーに置いていくつもり？酒で弱らせてなだれ込むなどと言われたくないんだな。ロビーに置いていったらゴロゴロ転がりながら泣き叫ぶわよ。君が恥をかくだけだ。阿行相馬と声高に叫ぶわ。普通のやつは知らんさ。住所も電話番号も言うわよ。そばに電話帳を置いておけば声高に朗読する変わった女性ってことになるな。阿行相馬にいたずらされたって言うの？名誉毀損、人権侵害だ。ロビンに置いてきぼりにされた私の人権は？さあ、素直に部屋まで送れって言えばいいだろう。送って。素直なのか、ひねくれてんのか、わからん女だ。スーツを着たままでいいのか？じゃあ脱がせてくださる？シャワーを浴びて目を覚ましてくるわ。罪を償わせるのよ、涼子。そう、後戻りはできない。地獄に落ちても私はやるわ。頑張るのよ、涼子。頑張って、あなたならできるわ。目は覚めたかい？ええ、少しは。でも、まだ体がだるいわ。まさか解放してくれなんて言わないでくれよ。張り切っちまうぜ。いいのよ、それでも。靴はここに置いておく。もう帰るぜ。阿行さん。なんだい？解放してくださらないの？俺は末膳を食わない主義でね。謙虚は美徳じゃないわよ。主義の問題だ、性格の問題じゃない。変わってるのね。人に物を頼むとき、これが一番効果的なのに。断られたことはないわ。だろうな、よくわかる。酔っているのかも。後で後悔するぜ。もう寝てろ。とっても気持ちがいいわ。ポカポカと暖かくて。そういう気分の時に羽目を外すと後悔するんだ。まるで経験あるみたいね。ねえ、相馬。なんだい？
海音寺邸の殺人事件って本当に被害者の逆恨みなのかしら。まだ酔ってるのかい。そうかも。被害者の逆恨みと新聞には書いてあった。釣れない答えだわ。それしか言えないんでね。私思うのよ、もしかしたらもっと別の理由があるのかもしれないって。思うのは自由さ。海音寺がもしも純然たる被害者だとしたら。可能性はある。俺が米国大統領になれる可能性だってゼロじゃない。意外につまらない男ね。空想で食えるほど裕福でもないんでね。私が酔っていると思う。なあ。酔ってるわ、すごく。変なことをこれから言うかも。聞き流すさ。少し横になるわ。時間がないの。本当言うとね、私に残された時間はあとわずかなの。残された時間とは。なんとか近日中に海音寺邸の謎を解き明かさないとならないの。不治の病なんて言わないでくれよ。俺は涙腺が緩いんでね。聞いたら呆れるわ。言わなくていい。聞いたら後悔しそうだ。それがいいわ。俺はそろそろ。酔った女を寝かしつけてそそくさと帰るつもり。ああ。侮辱ね、女に対する。そう思ったのなら謝る。どうせ汚れてる女に興味はないんでしょう。何の魅力もない女かしらね、私。俺は1年前に女房と別れている。はっきり言うと、君を前にして理性を保つのが辛い。だからさっさと逃げ帰るのさ。本当だ。紳士なのね。そうじゃない。だが俺がここにいても君の悩みは解消されない。そう思った通りの人だわ。酔った女を放っておくなんて。すまんな、解消のないダメ男で。ほんと最低男ね。痛いね。なんで奥さんと別れたの。ある日起きてみたらいなかった。賢明な奥さんね。違いない。来て。そうは灰皿でも投げつけるかい。少しだけ時間を共有してみたいわ。言っておくが、心までは共有できないぜ。分かってるけど、心の隙間は埋められる。だといいが。Bitch! Sami. Ouch. Ryoko.
シャワーでもないらしい。気配がないぜ。ここはミレニアムホテルか。なんで両方のやついないんだ。テーブルの上にメモか。もしも私の依頼を受けてくれるなら、夜の11時くらいに海音寺店へ来て、毎日この時間に待ってるわ。夜の11時に海音寺店か。おっと、追伸がまだあるぞ。お口を大きく開けて寝ていたので、一人でチェックアウトしておきます。支払いは済ませてあるから、午前10時までにホテルを出てね。先に出て行ったわけか。あいつご丁寧に掃除までして出て行ったのか。やけに小綺麗に片付いているぜ。荷物や塵一つ落ちてやしない。チェックアウトは午前10時か。今何時だ。何？ 9時30分だと？早くチェックアウトしないとな。お帰りなさいませ、アニオ様。何か変わったことは？ありません。はあ、それにしても疲れた。次から次へと難題が降りかかってくる。ジー。ん？どうした？この前の夜はどなたかとご一緒だったのですか？依頼人だ。朝までミーティングとは大変ですね。ご苦労様です。
に深い意味はありません。何か随分ツンツンしているように聞こえたが、俺が朝帰りすると元女房もあんな感じになる時があったな。まさかな。電話だ。探偵事務所だ。わしじゃ。切るぞ。舞子ちゃんじゃなくて残念なのはわかるがな、アイドラー連絡員のこのわしを忘れたかい。覚えてるから話したくない。お主、海運自邸殺人事件を舞子ちゃんに頼まれて一度断ったであろう。違うかね。そうだったか。唯一の証人が今危篤状態じゃよ。証言されなければこの事件は迷宮入りになっちまうんじゃな。楽しそうだな、あんた。焦ってるんじゃ。証人が死んだらおしまいじゃよ。証人がいるのか。クラス C が2人この案件に当たってるのにの。さっぱりじゃね。クラス C がね。それで手がかりゼロ。悪かったわい。アイドラーの専属探偵の能力が低くて。カイオンジってのはそもそもどんなやつなんだ。化学繊維メーカーを経営している、いわゆるやり手じゃねえ。事件に関するできる限りの情報を集められるか。なんじゃ、やるんか。多少興味がある。数日中には集められると思う。本当にやるんかいの。確約はできんが興味はある。まあ、ええだろう。数日中に集めておく。しかし、なんだ。舞子ちゃんはええ子だったのにの。惜しい惜しい。切るぞ。唯一の証人が危篤状態か。そういえば涼子は時間がないとか言っていなかったか。